演舞開演。どうも、本日はこちら JA 佐賀のエビチャーハンを食べたいと思います。以前食べたドライカレーと同じ JA 佐賀の商品、どんな風になってるのかな、とっても気になりますが、さすがにこのままでは食べられませんよね。なので温めてきます。温まりました。では早速いただきます。確かにイメージはあまりないですね。中華風の旨味が米の中に染み込んでいて、その中にプリプリのエビの食感が入っていて、とっても美味しかったです。チャーハンといってもちょっと味は薄めですね。その分体にも良さそうです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャーハンは濃い味じゃないか。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。